ただいまより男子団体決勝トーナメント2回戦を行います。広島県広島工業対千葉県船橋芝山高校。第1試合、選手を紹介します。第1射場、広島県広島工業高校、広瀬大谷選手、広瀬瀬川選手、山田瀬川選手、広瀬瀬川選手、広瀬瀬川選手、広瀬瀬川選手。第2射場、千葉県船橋芝山高校、広瀬瀬川選手、広瀬瀬川選手、山田瀬川選手、広瀬瀬川選手、広瀬瀬川選手、広瀬瀬川選手。以上です。
番1本目の的中確認をしています。準々決勝進出が決定しました。